はい、今回ご紹介させていただくのはハワイブランドコアロファよりスペシャルなカスタムラインのモデルですね。レッドラベルの、コンサートモデルの新作ですね。ラウクイをご紹介させていただきます。こちらのレッドラベルはですね、年に2回ぐらい新しく出るんですけれども、ハワイのコアロハのですね、熟練のビルダーさんたちによってですね、使ってる材質ですとか、一本一本ものすごく丁寧に仕上げている、そんなモデルがこのレッドラベルになりますね。今回ですね、このレッドラベルのラウクイをですね、このコンサートモデルとこちらのテナーモデルでそれぞれ1本ずつ入荷いたしました。今回はこちらのコンサートモデルをご紹介いたしますね。コンサートモデルは非常に使いやすいとは思いますけれども、まずこう使っている材質がものすごい綺麗な材質でですね、独特というかユニークな、本当にスペシャルなモデルになっていて、スタンダードのモデルとは一線を画したというか、そんな、極上なモデルになっていますね。まずこちらのボディトップですね。こちらのボディトップがですね、実はこう真ん中で違う材質がこう使われているんですね。こちら側がですね、セダー材ですね。杉の木ですね、クラシックギターとかでよく見る材質と、こっちがスプルース材ですね。こっちはアコースティックギター、アコギの方でよく使われる材質ですね。それぞれ違う材質をこうあえて組み合わせているんですね。それぞれのこう木の木目が出てですね、他にはない本当にこうスペシャルなモデルになっていますね、サイドバックがですね、こちらのメイプル材とウォルナット材をそれぞれ用いてるんですけれども、こっち側のこうウォルナット材の方のこうサイドはメイプル材を用いて、こっちのこうメイプル材の方のサイドはウォルナット材を用いるっていう、こうかなり交差したというか、それぞれのこう箇所で違う材質でですね、こう組み合わせた、そんなモデルとなっておりますね、こちらのボディエンドにはですね、マッカーサーエボニー材をこう用いているんですね。バインディングもですね、ウォルナットサイドの方はですね、こうメイプル材のバインディングで、こっちのこうメイプルサイドの方はウォルナットの、バインディングっていう感じになってますね。こちらのボディだけにですね、もうスプルース、セダー、メイプル、ウォルナットとエボニーっていう感じで、5種類も使っているっていう、こう本当に、まず他にはない感じのスペシャルなモデルになってますね。今回のレッドラベルにはですね、ロゼッタを採用してますね。白蝶貝のロゼッタですね。非常にこう存在感のあるですね、ものを採用してますね。このヘッドの付け枝にはマッカーサーエボニー材ですね。レッドラベルのロゴですね。非常にこう豪華なもので白蝶貝を採用してますね。ここ明らかなこう存在感のあるかっこいいものが採用してますね。でペグは五島製の UPT を採用しておりますね。つまみがですね、琥珀カラーというか金具部分はですね、黒色で、このエボニーの付き板の黒い感じとですね、木のウッド感とかを合わさったかっこいいカラーリングを採用してますね。でネックはマホガニー材となっておりますね。でシバントブリッジはマッカーサーエボニー材ですね。ネックやシバンブリッジはですね、スタンダードモデルと同じではありますけれども、レッドラベルに関しては本当に用いる材質一つ一つを徹底的にこう厳選していると思いますので、よく見ると指板もネックもかなりかっこいい木目が入ってますね、で指板上のポジションマークですね、こちら白蝶貝をダイヤモンド型でですね入ってますね、レギュラーモデルだとアバロンの、ポジションマークになるんですけども、今回はヘッドロゴポジションマークでサイドポジションマークもですね、あとこうロゼッタ全てこう白蝶貝であしらっておりますね。ボディ内部にはですね、コアロハレッドラベルの証でもある赤色のラベルがですね、こう顔を出してくれますね。で実はこうボディ内部のですねブレーシング、要は音をこう中でこう響かせたりするためのささやぎみたいなのがですね、レギュラーモデルとは内部構造も違ってですね、こう弾いた時の音量感っていうのがこう全く違ってきますね。スプルースとセダンやっぱ落ちているので、やっぱ音の輪郭としては結構はっきりしてて、でも何よりも本当にこう弱い力でもものすごい音量感が出てくれますね、ただでさえコアロハは激鳴りするんですけども、これはちょっともう本当にものすごい音量感なんじゃないかなと思いますね。こちらスタンダードモデルのですね KCM00になりますね。こちらはハワイアンコアの、ボディになるんですけれども、ハワイアンコアは音が明るいってこうやっぱイメージ持たれる方多いですし、実際そうなんですけど、このスタンダードモデルがなんか音柔らかく感じるぐらい、こうレッドラベルの方がものすごい音量が出るんですね。
これはやっぱり本当にこうレッドラベルにふさわしいというか、本当にこう素晴らしいサウンドに仕上がっているかなと思いますね。本当にこうよく伸びて、本当にこう突き抜けるようなこうサウンドに仕上がっておりますね、はい、こちら同じくレッドラベルのテナーの方になりますね。まあテナーはロージーがデフォルトの設定なのでちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、テナーも本当に素晴らしい、音の響きになってますね。まあ、テナーに関してはですね、まあ、コンサートと、まあ、使ってる材質的には、ほぼほぼ仕様は同じになりますね。まあ、コンサートサイズはやっぱり多くの方に支持いただいてるですねサイズになるかなと思いますし、まあ、もちろんあらゆる曲に、まあ、お使いいただけるんですけれども、まあ、何よりも本当に木の美しさが本当に際立つ本当にスペシャルなコアロハかなと思いますね。あとはですね、レッドラベルに関してはコアロハ純正のハードケースが付属で付いておりますね。中はですね結構しっかりしたクッションが、はい、付いておりますので安心ですね。何よりもこのコアロハのですねプレートが横に付いてるのでこれがまた非常にかっこいいんですよね。まあやっぱレッドラベルの新作というところでですね本当にこうスペシャルな仕上がりになっておりますし、スタンダードのコンサートモデルよりの倍以上しちゃう値段にはなっちゃいますけど、ハワイブランドコアロハの渾身のモデルといいますか、本当にこう極上なスペシャルなですねウクレレをお探しの方にはですねこちらのコンサートモデルのレッドラベルですね非常にお勧めしておりますので、我こそはという方にぜひお勧めしたいモデルとなっておりますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。